皆さんこんこにちはレック専任講師横溝と言います今回このガイダンス動画ご覧になっている皆さんにはですねんこんなテーマでお話をしたいなと思っているんですねというのはこの動画を今これからご覧になる方大体今どうですかね2月3月ぐらいまあ少なくとも皆さんが勉強を始めようと思っているタイミングが 3月以降というような状態の方その方に向けたお話ですもうすでに12月とか1月ぐらいから勉強やってんだよねっていう方はまあいいんですけどそうではなく 3月以降やっとここから勉強を始めるんですよねっていうような方向けにそのスケジュール感ですね本試験までのスケジュールというものをどの時期までに大体どんなことをやってたらいいのかということとそれにフィットするレックの講座にどんなものがあるのかっていうのをざっくりお話をしていきたいと思います。タタイイトトルルルは今からでででも間に合合うう短期合格スケジュールそんなタイトルなんななすねということいこ まあ30分弱ぐらいだと思いますがお話をしていきますのでぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さて改めてこの動画をねご覧の方先ほども言いましたように対象は3月になってここから勉強を始めるぞという方です。ここから勉強を始めるぞっていうような話であったとしてもね まあ基本的に11月12日に本試験があるというその現実はうーん誰に対しても変わらないということになりますのでまあここはもう動かせないということになりますね。えそして10月というのがまあ直前期というような言い方になりますが10月は直前期であってその10月の直前期にはです、ねえー、誰もがある意味 直前対策というような形で勉強をしていかなければいけない。まあ、あの直前期にはあまり新しいことをするべきではないでしょう。ですから、直前期のところは、初めていいよよようがですよ変わらないのよやることはだからそれはそれでまた、しかるべきタイミングの時にね、そのお話はしたいなとは思います。 でかっていくと、まあ、9月ぐらいには模擬試験があったりとかするということなんでしょうけれど、うん、基本的にはこの9月までのところで9月の末までのところで戦える体制を作りたいっていうのが3月から勉強を始める方のデッドラインなんですね。だからここのの月末までのところに 標準をを合わわせててて勉強をしいいいいいかないといけななとけけそんなに本試験までで時間が残ってるわけではありません。まあ一度勉強してるから3月ぐらいからスタートするという方もいればゼロからスタートで本当に3月からだという方もいらっしゃるわけですからいろんな属性の方がいるんだろうけれどどういう状況であれ9月末までに一旦本試験対策としての勉強の大半は終わらせておく。 まあ少なくとも憲法民法行政法さらには商法会社法一般知識までね含め一通りのインプットとそして要求されるアウトプットの勉強というのはしっかり終わらせておくということを9月末を一つのめどにしていただくといいですそうすると9月の半ばぐらいにはあと50日の過ごし方っていうようなイベントも無料公開講座としてあります そこでは出題予想論点の紹介をしていくっていうものがありますのでまあ9月末までにある程度一通り勉強していればその9月半ばのあと50日の過ごし方の出題予想論点などを参考に最後10月の直前期でより力を入れて勉強するべきところはどこだろうっていうその取捨選択の参考にできるじゃない。 一一通通りり終終わわっっってててなななないいいととと選択も何もも何ですすから、ね、そこは下手するるう取り味系の話になってくるよねより点になりそうなところだけとりあえず勉強して、えー、まだ手が回ってないけどより点数になりそうなところだけ勉強してもうやっても無理なところは全部捨てるみたいな感じにするっていうのは、まあ、最終手段としてはありなのかもしれませんが最初からそういうつもりで勉強するというほど時間がないわけではない。 だから一通り学んだ上で最後どこに力を入れていくべきかそれからあああななたたが苦手だだという分野ははそれのの数だけあるのよ誰もが苦手なところもあるかもしれないけれど A さんにとってはすごい得意なんだけど B さんにとっては超苦手っていう話はいくらでもあるんですよ。だから10月にその自分の苦手な分野が重要論点であるというところでそこはしっかりメンテナンスをしなきゃいけないとかっていうこと自体も これもあくまでもそういう一般論にとどめているのは人によってどの論点を補填していかなきゃいけないかはまあいろいろあるよなっていうそういう話だからだと思ってください。そして9月末までに一通り全科目全分野の勉強をしっかりやっておくということを念頭に置くとなるとまあ行政書士試験の場合ね もうこれはご存知の方も多いと思いますが主要科目というのはやはり法令科目なんですねでその法令科目としては憲法民法行政法というのがやはり主要三強化ってことになってくる一つの目処ということなんでしょうけれどまあ3月ぐらいから勉強を始めてということでね レックの講座を使うにしてもどういう状況で勉強するにしてもなんですが、まあ、インプットから全部レックの講座を使うというのであれば、まあ、選択肢としてはね3月からスタートしてとていうなら合格、まあ、講座というものを一通り受けるかもしくは速習系の講座というのがありますし少し時間短くして全体を確認するもっと短くコンパクトにというなら S 式と言われるような講座もあったりはするわけです。 これはもうあの受けているご自分の、ね、勉強の状況に応じてってことになるかなある程度勉強時間が3月からでもう1日の勉強時間が取れるぞっていうんであればやはりウェブなどの講座をうまく活用するこれ3月から勉強する方はウェブの活用というのはとても重要になります、まあ、ウェブ講座ってことねそのウェブ講座をうまく使って すで、えー、に収録されているものを自分の空き時間でどんどん見ていくというようなことは必要になります。全部教室講義に通ってとっていうような形で3月から勉強することもできなくはないけれどその場合もウェブ講義とうまく両立させながらやっていくということが必要にはなるでしょうだから、ウェブの活用というのはすごい重要になってくると思うで。全く知識がない状態だったらできる限り合格講座 あの非常にライトな合格講座が入ったコースなどもありますので詳しくはレックのホームページなりもしくはコールセンターに問い合わせしていただくなりしてもらえればいいかとは思いますがその合格講座が入ったライトなコースであるそれから、速習系の講座ですねこれはよりコンパクトにして短い時間で全体を確認するというような講座です。 さらにもっと短く1コマ1ユニット15分ぐらいでバーッと見ていけるようにもうそれこそスマートフォンを。 使って受講することを想定して作っている講座 S 式の S はスマートフォンの S ではないみたいですけどでもまあまあスマートフォンを使ってそれで受けていくことを念頭に置いているような講座 S 式って言われる講座もあるんですねだから、まあ、そのあたりはですねご自身の勉強の進み具合とか取れる時間などで時間があんまりないなら S 式の方がいいかもしれないしそれから そこまででないなら即習系の講座でもいいでしょうしある程度時間がゆっくり取れるなら合格講座がいい時間が取れるかどうかでもそういう選択をするそしてあの意識しとかなきゃいけないのはやはり3月から6月までのところこの3月から6月までのところで少なくとも県民業の3科目ね 憲法、民法、この3科目は6月末までで一通り終わらせるということを念頭に置いておく、そういうイメージです。特管工事になるかもしれないけど、3月から6月まで、まあ。まだ細かい論点が全部カバーできてなくてもいい。少なくとも県民業の中で 重要論点といわれるもの、まあ、これは講座などを受けていくとその中で重要度は指摘していきますからランク A とかっていうような超重要といわれたテーマは一通り終わってるだから全体が終わってるかっていうとそうではないかもしれません重要じゃないテーマ B ランクテーマもあればランク C のテーマもあるでしょうんですから全部の論点を全部網羅せようとは言いません そこまでのさすがに時間は3月から勉強を始めて6月末でっていうと厳しいかもしれません。ただ主要テーマは6月末までにしっかり終わっているってことは必要です。やはりある程度割り切って勉強する必要はあると思うのね。時間がそこまで潤沢にあるわけではないだったら重要なテーマをしっかり確認していく。 重要な A ランクテーマがあってその周りに B ランクテーマがありランク C のテーマはまあやんなくてもいいかなって話になってくるってことで考えると A ランクテーマがあって B ランクテーマがあるだから A ランクテーマコアな部分をしっかりまず固めるっていうことなんですね。まあ例えば憲法であれば判例といわれるものがたくさん出てくる。その憲法で 最高裁判所が主要な案件について出した判例、主要な論点に絡んでくる判例がいろいろと出てくる試験でもよく出されるような判例もあるわけです。そういった主要判例が一通りちゃんと理解できている状態が作れているかどうか。まあもちろんそれは問題を見たときに解けるっていう状態になっているかどうか。民法もランク A の重要論点について どういうような話を学んでいるのか、そしてそれに関する問題を見たときにきちんと丸抜答えが出せるようになっているかどうか。行政法に関してもそうですね。主要な A ランク論点について同じように問題が出されたときにきちんと対応できる状態になっているかどうか。特に行政法は過去の問題が繰り返し出るということで有名おなじみの科目です。ですから、本試験の問題も A ランク論点に合わせてどういうものが出ていたかちゃんと把握できてるかなこれは独学の方とかにありがちなパターンなんだけど本試験の問題をね10回20回繰り返し解くっていうようなことだけをやってる方って結構いらっしゃるんですね。で本試験の問題何十回も解いたんです。ででもも本本番の問題は本試験の問問題題は試試験験と違違いましたってうん違うでしたたうううょね同じだっっら検定試験になっちゃうもん 同じものが出るわけないです。ただ出てるものの中で。過去に問われている内容が分かってれば、これわかるよねっていうものはたくさん出てるんですよ。だけど、その過去に出た問題とまるっきり同じような。問い方で聞いてくる問題も中にはあるけれど、それは数は少ないです。っていうことになるの。あの行政法の。問題を解いてですね。それをうまく解けなかった方がよく言う。 話の中に過去の問題は見て全部解けるようになったんだけどなぜか本試験の現場に行ったらそれとは傾向が違っていてみたいなねそういうことを言う方がいるんですが傾向が違ってるんじゃないの過去の今までの問題の応用型が出ているだけなんですでその応用型を応用型だって気づくことができなかっただけなのよ非常にきつい言い方をするけどそういうことなの それは過去のの問題ににに対すするるアプローチの仕方を根本的に間違えててたってことになるんです行政書士試験の過去の問題というもの特にまあ憲法や、まあ、憲法も多少同じものが出る場合はなくはないけれど出題数が少ない分あんまり実は同じものが何度も出ているっていう印象は薄いんですよね。 中にはあるけどっていうレベルです民法はまだ出題数が憲法に比べれば卓一で9代って、まあ、倍弱はありますので、まあ、それで多少同じものが繰り返し出てる問題もありますけどやっぱりただそんんななにに全部がが過去出出ているる問題が繰り返し出されるわけではないんではすねだから憲法とか民法の場合は本試験問題は参考までに見てそれよりはオリジナルの演習問題をしっかりやった方がいいのは確かです。 行政法に関してはまず学んだことが本試験の問題でどう問われていたのかどこが問いのポイントなのかっていうのはちゃんと把握していかなきゃいけない問いのポイントが分かっているかどうかが大事であってその過去の問題が問題として解けるかどうかははっきり言うとどうでもいいです。どうでもいいいんですそこにこにだわっちゃいけないんです。 それは20年ぐらいの問題20年前ぐらいの本試験だったらそこにこだわってやれば答えは出せたかもしれませんねそうね2000年とか2001年ぐらいの問題だったらそれでいけるかもと思います私は2000年の試験を受けてるけれどそれで合格できてますから過去問だけひたすらやってました行政法とかは。 でそれでまあ本試験問題見てやっぱりまあ同じようなものが出てきたねっていうのでどん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 解いていって正解を勝ち取ったっていうのは確かにそうですでもそれは20年前の話ですねもう今の話じゃないのよ今の行政書士の本試験はそれじゃ太刀打ちできないですただ行政法の問題の うんそうね8割方はやっぱりリサイクル系ののの問問題題ですす過去に出てててるものの知識から問題を作ってきてますだから問われ方をちゃんと把握してその論点の中でどこによく出題のポイントが置かれてるかを知りだからここが大事なんだなっていうところのその力を入れるべきポイントをちゃんと把握する。 時間が限られているからこそ、その学習方法でしっかり勉強ができているかどうかは、行政法やっぱり点が取れるかどうか、合否に直結します。卓一十九題出るなら16、十六十六問を正解の目標に置いてほしい。これはどのタイミングで勉強を始めようが何回受けてようが全員変わらないのよ。十六問を正解の目標に置いてほしいんです。 16問を正解の目標に置いてそれで勉強していくっていう時にはやはり問問中ののの正解の13問ぐらいいは本試験の傾向が分かってれれば取れるんですよもちろんそれ以外に新たに出た判例もあれば今まで問われてないようなところでも重要論点があったり今年の皆さんが受ける試験に関しては改正点は地方自治法にちっちゃいものがちょこちょこっとあるぐらいなので。 うん、それ以上あんまり大きく出てくるような改正点はないですけれどだけど改正点があるとしなら改正点とかさあの今までの過去の問題では絶対扱ってないようなテーマもしっかり勉強することで上乗せができるってことにはなるんだと思います。ね、で A ランク論点さえしっかりできていればそれで 行政法はかなり点が取れるようになるし、まあ B ランク論点以下のものっていうのは、まあ言ってみたらこの6月から9月の中で処理すればいいんです。だから県民業のランク A っていうね、この A ランク論点だけしっかりやるっていうことを意識していただくといいです。まあ一通りそこまでできていれば、あの6月7月ぐらいから発売されて多くの受験生に。 支持されている講座として実は全科目全分野をカバーしている合計56点アップ道場というのがあります。こちらよかったら受けてみてください。得るものがあるはずです。それから 6月から9月は B ランク論点を潰しながら一般知識一般知識も実は56点アップ道場の中に入ってきます一般知識は本当にねスクールを頼るっていうのは賢明な方策だと思います、まあ、56点アップ道場でちょっとカバーしきれてないものっていうことになると文章理解系に文章理解特訓講座っていうのがあります さらには記述は記述述は問解きままくりりいうのがありますこの辺もね手にしていただけるといいものかなっていうことではあるんでしょうね。6月から9月の中で県民業の B ランク論点やそれから一般知識そして商法・会社法まで。 まあ、処方会社法も全分野をやるというよりは、これはもう会社法なら、設立とか、期間とかってところに絞って勉強した方が、まあ、良いでしょうね。うん、と思います。捨てるという選択肢はあまりお勧めはしてない。これは3月から勉強を始める方でもそうだと思います。で、9月までに一通りの学習を終えて、さあ、10月は、 その反復をしていくっていうような11月の12日までねその反復をしていくということになるわけですまあ結果的にこういったスケジューリングで勉強をしていくんだ大体のイメージさえ持っていただければいいですでそのために3月からスタートするなら合格講座 のまスタンダードコースって言ったかなというものとかもしくは速習系の講座や S 式と言われるような講座などがありますのでぜひその中からね冒頭で言ったような選択の基準を念頭に置いて自分に合ったものを選んでいただくといいかなとは思いますそして所々でどういうふうにやっていくのかっていうような話6月末までと9月末までとその2段階の一つの チェックポイントってものを念頭に置きながら学習していただくといいです6月の終わりには無料公開講座であと140日の過ごし方っていうものがありますですからそこで軌道修正をその話を聞きながらしていただくってことも可能だと思いますしで9月には今度はあと50日の過ごし方というこれまた無料公開講座があります YouTube ライブでどちらも 行っていきますので全国どここでであっても見ることはできますですのでその後50日の過ごし方で今度は主要な出題予想論点を把握していただきそれも参考にして最後10月の追い込みをしっかりかけていくということができれば合格を勝ち取るということは可能だそういう話になります。まあ 少し圧をかけていかないといけないっていうのはね勉強をスタートする時期がやや遅いことは確かですだからそれなりの勉強時間やそして質を高めてやっていくってことは必要です集中的にぐわっと勉強するっていうような状況にはなるんだとは思いますただ時間が短いい分集中しして一気に駆け抜け抜るととうこともままたた可能だったりはします時間があればあったでダラ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 しちゃうっていうことも考えられるのでその余裕はない 一気にガーって詰めていくってことができないといけないもう頭から終わりまで全速力でかけていくっていうような勉強のスタイルは当然要請されるものと思っていてくださいそうすれば今からでも間に合う短期合格スケジュールというものが確立できるということになるのかなぜひこの話を聞いてよしやってみようと おいう方はレックの講座などを利用していただいてですね2023年度の行政書士試験の合格をぜひ勝ち取っていただければと思いますレックの講座利用していただくと私と会う機会もまた講座の中で 多くなるんじゃないかなとは思いますので今度はぜひね講座の中でお会いをしたいなというふうに思っております、はい。ということで本日今からでも間に合う短期合格スケジュールというそんなようなお話をしてまいりましししたたた最後まままででおおききいいだきましてありがとうございましたお疲れ様でした。